山本義信の時計、パテックフィリップ 5961R、定価約2416万円。さすが山本義信。ええ時計してんな。さすがやな。すげえ、会社レベルやん。パテックフィリップはエグい笑い。レベル2なんか埋まっておる。山本義信は時計もすげえ。お金がある人はガンガン使うべき。これが日本最高投手の勲章やな。桁違いだ。もう言葉が出ない。いいんじゃない。これくらい。野球選手はやっぱこうでなくちゃな。大谷のグランド成功とは対照的やな。なお1015億の男は57万。大谷より人間味はある。やっぱり時計はベルトが革の方が馴染んで良い。ロイヤルオークにロールスロイスカリナンも持ってて25歳とは思えないセンスの渋さ。吉信このパテック以外にも何本も大手マピで持ってたりするし桁違いやな。一戸建て買えるやんけ。家買おうと思ったら買えるレベルやん。腕に郊外一戸建てぶら下げてるようなもんやん。手首に安めの一軒家ぶら下げてるの強すぎる。鹿児島県民の平社員の年収の10倍ぐらいな気がする笑い。2400万も稼げるようになりたい。金持ちはこれが普通なんだよな。広告料の方が高そう。別のデザインのパテックフィリップがいいと思う。パテックフィリップよりロレックスの方が好き。似たような名前のパペットマペットなら買えるのに。貧乏なワイはリセール考えてロレしか買えない。さすが吉信やな。ドジャースとの契約おめでとう。また大谷と吉信の共闘を見れるな。大谷と吉信の時計対決や。価格で言ったら吉信に軍配が上がったな。かっこいいな吉信。やっぱり成功した野球選手はこうでなくては高い時計をつけてるのがステータスやろ。野球選手はこういう夢を見させてほしい。家一軒買える時計をつけて歩くって怖すぎるやろ。吉信クラスやとこの値段はどうってことないんかな。高級時計何個も買って家で並べてそうやな。これ買うときどういう気持ちで買うんやろ。やっぱり吉信やな。時計めっちゃ似合ってるわ。